はい、えー、皆さん、こんにちは。ウルマビートの時間がやってまいりました。毎週月曜日6時から CIVA をお送りします。音楽番組、えー、ウルマビート。えー、毎度、えー、お会いするのは岩 f o でございます。皆さん、よろしくお願いいたします。週明け月曜日。えー、今日は3月14日ということでですね、まあ、年度末の方もいらっしゃるんでしょう。もう、慌ただしがついておりますよ。で、皆さん、いかがお過ごしでございますでしょうかね。 ということで、えー、今日は、FM ルームスタジオから生放送ということでございますけれども、今日いつもお付き合いをしている、まひ、あ、ヒロさん、それからちーちゃんがですね、お休み。 ということで、まあ、従代に戻って、また一人になっちゃいました。別に喧嘩したわけじゃないですよ。ね、ということで、えー、皆さん、えー、音楽番組お付き合いしていただきたいと思います、カルマビート。えー、今日はですね、えー、何はと思われは、ビートルズのプロデューサーだったジョージ・マーティンが亡くなりました。まあ、冒頭からですね、ビートルズにお伺いしておりますけれども、えー、今日はそういったことで、ビートルズ特集、ジョージ・マーティンの功績をお伝えしたいと思います。 はい、ロ、え、ナ、ー、ビートこの番組は、えー、ヒローズプレイスそれから、えー、寿司バムサシその他各社提供でお送りしたいと思いますけど、まあ皆さんまたピ、ねえーアルねやっていきたいと思います。F.M. ウルマこの番組は八六八アットマークウェフムウルマドットコムということで八六八アットマーク f m u r u m a ドットコムの F.M. ウルマまで、えー、何かリクエストご意見あればお願いしたいと思います。それからファックスは九六五の四八六八までお願いいたします。 ということでですね、えーまあ、何はともあウ裏ビート、12月から、えーまあ、再開をしましてね、えーまあ、ウ裏ビートになったってこう f l は開業からずっとやってますから、一緒一私の方がですね、それで、えー、前の1年ほどお休み、12月から再開、12月でしょ、1月、2月、3月、えー、もう早4ヶ月ですよねもう、本当に早いんですけども。 え、そんな中で、まあ、ヒーロープレイスのライブハウス状況、毎週ね、楽しいお客さんを呼んでおりましたけれども、まあ、今日はですね、え、ビートルズ特集というか、まあ、ジョージ・マーティンの功績ということでね、お話をしていきたいと思います。ジョージ・マーティンとは何ぞやと。ビートルズ知ってますぜジョージ・マーティンさん、何でしょうということでね、まあ、ビートルズのプロデューサー、 まあ、あのファーストアルバムからですね、ビートルズ解散まで、えー、1963年のプリーズプリズミというアルバムが1枚目、ビートルズ出まして、まあ、それから1960年代ので、70年にビートルズ解散しますけど、それ最後までジョージ・マーティンがプロデュースをしたということで、まあ、ビートルズというグループの取り巻きのね、一人だった。だからそれもメイプロデューサーであったっていうことですね。 でそれからなおかつ、えー、ポール・マッカートニーがビートルズ解散後、ソロになりましたポール・マッカートニーはずーっとジョージ・マーティンとお付き合いをしていたということで、ビートルズの亡き、えー、解散後、ポール・マッカートニーが父親のように慕っていたジョージ・マーティンであった。えー、当然、イギリスを本拠地にしてですね、プロデュースを数々やってきたわけですけれども、えー、残念ながら、えー、先週ですかね、亡くなって3月8日ですから、 えー、まだね亡くなって間もないということになりますけどまあジョージ・マーティン1926年ですから何たってお年は御年90歳あーもうビートルズで出会った時は40そこそこのもう電話のプリデューサーだったのかなと思いますけども、えー、そういった若い二十、えー、歳前後のビートルズの面倒をですね見てより送り出したのがジョージ・マーティンまあ音楽性のそのまあというか音楽,音楽性を高めたというね ということでいいんじゃないでしょうかね。まあビートルズのほぼ前作のプロデューサーを務めて、えー、5人目のビートルズと称されていたと。1996年音楽界の貢献でイングランド国王ナイトの称号。まあビートルズは1965年にナイトの称号をでにもらっていましたけれども、まあジョン・レノンはね、えー、まあ返したり、ね、まあビートルズの各々のメンバーが。 またもらったりとか、それからジョージ・マーティン個人もですね、1996年にナイト、サーの称号をいただいた。1965年にアソシエイテとインディベントレコーディング AIRA を設立し、後に取り締役会長を務めた。まあ、ビートルズが音楽を作ってたスタジオがアビーロードスタジオでございますけれども、イギリスのロンドンにあるね。 えー、そこにジョージ・マーティンがですね、えー、ずっとこもりっきりでビートルズの若かりしビートルズを指導していって、まあ、よりいう名盤をどん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 作り出していったというのが、アビーロード・スタジオでございますけれども、まあ、ビートルズの所属していたレコード会社というのは EMI、東は EMI ですよね。まあ、そこでレコード会社、それから音楽を作り出す、まあ、人間の、まあ、要するに、一万の、まあ、キーパーソンというかね、 えそれがジョージ・ョーーマティンでであったとといいうことでございますよ、ねまあ彼がですね、えー、まあもちろん EMI の社員だったということになりますけどもまあジョージ・マーティンはロンドンのベイリー生まれ8歳で音楽に興味をし、まあ、ほとんどそのオーケストラのね、えー、もうあの何て言うか端くれというかオーケストラで 身を立てようとしていたジョージ・バーティーでありましたけれども、まあ、ビートルズと出会ってビートルズのプロデューサー2000年にビートルズが世界的な、えー、バンドになっていったということでございますではですねビートルズの記念すべき第1曲目「l、え、o、ーまあ、ラブ,ラブミート o d という、ね、シングル版ございますけれども えー、ビートルズがその「ラビィドゥ」のシングルも先駆けてビョジ・マーティーの前でこの演奏したというか『プリーズ・プリズム』に全て収められている曲でございますけどもまあ、これでハッとね、まあ、ビートルズは世に受けるんじゃないかということで世に送りは出したわけでございますビートルズの記念すべき、えー、第1アルバムの1曲目の「愛想はスタンディングではこれ聞いていただきたいと思います。 はい、えー、1963年ですかね、まあ、ビートズの記念すべきデビューアルバムということでございますけれどもね、1963年1月11日に、ビートズの2枚目のシングルとしてリリースされたのがこのプリーズプリーズミということでね、まあ、これ、驚くなかれ、ね、ビートズ、アメリカではですねプリーズプリーズミを一発目出してるんですけど、全然売れなかったって知ってました、皆さん、1965年になって初めてアメリカで火がつくということでね。 イギリスではすでに1963年、えー、ラブビーデ e ーという、ねえー、レコードを出して、それでまあヒットしていたわけですけども、メまあ、アメリカ遅れること2、3年というね、まあ、今、かかっておりますから、ラブビーデューでございますけど、まあ、こういった形でね、ね、えー、プリーズプリーズピーがビートルズのデビューアルバム、それをまあプロドゥーしたのがジョージ・マーティンということになるわけですよね。 まあ、ビートルの取り巻きといえば、えー、例えばじゃあマネージャーは誰だったのっていうことになりますがこれはブライアン・エプスタインという、ね、男でございましてこれが彼がですね1960年代にですね入りましてこう、まあ、ハンブルグドイツのハンブルグでこうライバルをも,も,もうやってるビートルズという,うバンドがいるよ。 ということで、当時はあのロンドンから北にあるリバプールという都市でですね、キャバンクラブというところでライブを行ったビートルズに目をかけて、それでこうロンドンに乗り込んでいってやろうぜということで呼びかけたのはブライアン・エプスタイン、えー。その時に、そしてレコーディングをしてお目に金にかかった、えー、プロデューサーがジョージ・マーティンということになるわけですよね。えー、これで1960年ですね、まあ、ビートルズの年が明けた。 ということでございますけど、じゃあアメリカでヒットしなかったこのプリズ・プリズ・ミーなんですけども、この当時アメリカというのはどういったことをしていたのかということは、もちろんそのリズムブルース、例えばですね、まああのモーターン・サウンドであったりだとか、例えば1950年代後半からエルビス・プレスリー、ね、まあアメリカ石鹸ですよね。 まあそういった1950年代からの音楽をビートルズも R&B と称するその黒人の音楽をです、ねまあ、イギリスの,その若者が取り入れていた初期が1960年代であって、まあ、これを成熟させてイギリスでヒットさせたそしてこれがフィードバックしてアメリカでヒットしていったというそういったサイクルになるんでございますよ、ねまあ、デビューアルバムビートルズプリズ・プリズ・ミに焦点を当てて聴いていただきましたと はいえー、今日はですね、えー、ビートルズのプロデューサーでジョージ・マーティンが亡くなったということで、そういった特集を行っているわけでございますよね。まあ、しかしながら、この2016年でしょうかね、まあ、平成28年明けまして、ーまあ、いろんな方が、ね、亡くなって、例えば年明けすぐにデビッド・ボーイ、ね、亡くなりましたよ。ね、それから、えー その悲しみを覚められる音楽ファンとしてはその次亡くなったのが、えー、イーグルスの「クレーンフライ」ね1月の後半に亡くなってしまいましたホテルカリフォルニアね名曲でございますそれから、えー「アース・ウィンド・ウのファイア」のモーリスト・ホワイトさんもう亡くなってしまったというね まあそれで1900 19じゃないあの3月に入りましてジョージ・マーティンが亡くなったということで、まあ、ジョージ・マーティン御年90歳ですから、まあね、もうしょうがないかなと思いますが、ねえーまあ、偉大なる功績を、ね、残した、まあ、なったってビートルズを育てたということでございます、えー、幼少の頃からピアノの指導を受けたジョージ・マーティンさん 母親とピアノ講師と折り合いが悪かった。独学でピアノを勉強した。という資料になっています。17歳の時にイギリス海軍航空部隊に入隊。第二次世界大戦十分軍前に終戦を終え、除隊になった。待機軍人保証金を得て、えー、ギルドホール音楽演劇学校へ入学した。ジョージ・マティンさんですよ。ギルドホール音楽演劇学校では、クラシック音楽の基礎を学びながら、オーボエとピアノを専攻。まあ、オーボエっていうのは高校、でっかい縦笛でしょ。 えー、同こ在任中の1948年最初の妻、シーチ・ジダムと結婚していますと。ということでですね、ジョージ・マーティンといえば、この息子さんのですね、えーえー、とですね、ジェイルズ・マーティンですか彼があのビートルズの今、えー、後ろでかかっているビートルズの音楽を編集したラブという、ね、アルバムがございますけれども、これをね、えー、ジョージ・マーティンの息子のジェイルズが、 あーいろいろプロデュースして、まあ、ビートルズ再演習みたいな感じでこの再演習にかかっているのはビートルズのポール・マッカートニーだったりリンゴ・スターだったり、まあ、ジョージ・ハリスのジョン・レノンもいませんからね、えー、そういった形でねジョージ・マーティンの息子のジャイルズもあービートルズの解散後のポール・マッカートニーリンゴ・スターと、まあ、それからあ,のあれですよ、えー、ジョージ・ハリスが生前のねジョージ・ハリスのとも交流があった。 ということで、まあ、ジョージ・マーティンさんの、ね、エッセンスも受け継がれるのやらということでございますけどね。まあ、ビートルズ、イワード・ソーシーは1967年に爆発したバンドでございますが、その時に1年遅れて、えーまあ、先ほど言ったアメリカの音楽を取り入れてね、ドーンと世に送り出していったのがローリング・ストーンズでございますよね。 ビートルズのデビューに遅れこと、えー、1年1964年に、えー、ローリングストーズがデビューをしたというのがイギリスの音楽シーンでございましたよね、まあ、ビートルズもですね、えー、先ほどのプリズ・プリズ・ミーから、えー、2曲目3曲目のアルバムの中では、まあ、割とこのモーターンサウンドを、えー、意識しながらカバーリング自分たちのオリジナルの音楽とですね、えー、カバーの音楽を混ぜながら えー、音楽をやっていたということになるんですけど、2曲目の、えーえー、ビートルズのですね、With the Beatles。この2曲目のスポットライトを当ててちょっとやってみようまあなんだってね、えー、オリジナルもありますから、えー、この曲聴いたら、あビートルズ1964年、ポール・マッカートニーがこういった曲を書いたんだという感じでね、えー、With the Beatles2 枚目のアルバムが発売されます。1964年のことでございます。 はい、えー、1964年に出されましたねビートルズのセカンドアルバム「With the Beatles」Call My l o v i n g 今でもねポール・マッカートニー現役ですけどもコンサートで飾られたりしておりますよねまあそういうことでね、えー、この曲よりもねはい、えー、2番目のアルバムちょっといじくりましたましたけどえ <laughs> えー、ウィザー・ビートルズうということでね、えー、なんでこのアルバムをちょっと変えたかというとねやはりその、えー、リズンドブルース R&B、ね、の影響が非常に強い2枚目のアルバムでございましたこの1960年には、まあ、あのエルヴィス・プレスリーがアメリカでこう、まあ、戦争でこう、ね、いろいろこう行っちゃったりした時期ですから1960年代初頭まで、まあ、エルヴィス・プレスリー、まあ キングオブポッ,プポップはマイケル・ジャクソンか。<laughs> ね、ザ・キングと言われてね、もう除,隊除隊じゃないですけども、入隊をしましてね、それでこうアメリカ6回引っ張っていくっていうのがこの空洞化しまして、それでビートルズとかローリング・サンストーンズかアメリカでこう2位が出始める、それが黒人化がモデルにバンと出てくるっていうことになりました。えー その中でまあ色合いのこういうこの、ね、ビートルズがそのー、まあ、ローニングストーンとはどっちかというとこうベースはディ、ねえー、ズマー・バンドスのブルースの部分ですよね。えー、ビートルズはどっちかというとこうポップな感じのものも取り入れたこの、まあ、ポール・マッカートニーの影響が大きいんですけども、えー、それでこうリ、まあ、ブルースというよりもややそのポ,ッポップミュージックに近いその、ね、要素をはめビートルズが受けた。 ということでございます、ね、この2曲目の二曲目のそのビザビートルズも漏れなくイギリスではまあ、ねえーまあ、トップであったことは変わりがないんですけども、まあ、1年遅れてこうデビューしたローリング・ストーンズビートルズが所属した、えー、音楽会社は東芝 EMI でございましたけども、えー、ローリング・ストーンズが所属した音楽会社はデッカレコードと申しましてね、えー、まずビートルズは ブライアンエプスタインマネージャーのブライアン・エプスタインに誘われてロンドンに殴り込みおのぼりさんとして殴り込みに行くわけですねでデッカレコードの、えー、オーディションを受けるんだけれどもまあそれでね、えー、じゃあ君たち今回はしょうがないよとということで一回落ちちゃってそれでオーディションに行ったのが東芝 EMI、えー、アビロードスタジオでございますよそこにジョージ・マーティンさんがいたんですよね 1> で、1年遅れたローリング・ストーンズはデッカレコードに,にブライアン・エンプスタインが紹介をして、そこでローリング・ストーンズはデビューすることができた。っていうことなんですよ。で、それでブライアン・エンプスタインの下で働いていた16歳ぐらいの頃若造マネージャーにつけて、ローリング・ストーンズのこの初期のマネージャーは、名前が出てきませんけど、マネージャーだったんですよ、未成年で。ね そういったこう音楽シーンがあるわけですよ。はいということで、ジョージ・マーティンさん、ビートルズをうまく発掘しましたジョージ・マーティンさん、えー。資料によりますと、まあ、いろんなこうビートルズの曲でねいろんなことをお手伝いをしたりして、やはりオーケストラの影響がやっぱり大きいもんですから、特にバッハの影響を受けた。というふうにジョージ・マーティンさんは言っている。うん 例えばですね、えー、5人目のビートルズと言われたわけですね、えー、ポール・マッカートニーとジョン・レノンが、えー、ビートルズのほとんど、まあ、90%ぐらいの曲を書いているわけですねあと10%は、まあ、8%ぐらいはジョージ・ハリスン2%はリンゴ・スターでその大半のアレンジメントを手伝ったのがジョージ・マーティンだからジョージ・マーティンは5人目のビートルズと言われているわけでございますよ まあ、ビートルズの解散後、ジョージ・マーティンは、ポール・マッカートリーのマイケル・ジャクソン、せいせいせいっていう曲がございましたけれどもね、この曲もね、プロデュースしたりとか、マッカートリーのスティービー・ワンダーのエボリーアイボリー、これもね、懐かしい曲。これもプロデュースしたり、で、アメリカのスター・ガールデン・ヘア、これもジョージ・マーティン、プロデュース、すべて1位に送り込んだ。今、後ろでかかってるのもね、 プリズミスターポストマンっていうことですね。これ、モーターのサウンドの初期の音源。これをこうビートルズが1964年のこのアルバムの中でカバーしている。ということでございますよ。えー、それからですね、えー、1997年に亡くなったダイアネ機、亡くなったこのエルトン・チョンがですね、うん、えー、キャンドルインザウィンドダイアネに捧ぐ。ね この曲もですね、ジョージ・マーティンがプロデュースして、ジョージ・マーティンが、えー、プロデュースした最後のナンバーワンアルバムとなった。ということで、まあ歴史的にはやっぱりこういった重鎮が活躍するわけですよ、音楽シーンというのは。ねで、ウィザ・ビートルズ、1960年、今かかっているアルバムの中の一曲である、このロール・オーバー・ベートベン。これは言わず知られた、えー、ロックの創始者。 えー、チャック・ベリーのアルバムとして有名ですよね。チャック・ベリーの曲も有名ですけれども、今歌ってるのはジョージ・アハリスン。若干21、21歳で、そういった曲をやっているわけでございますよね。これがビートルズの2枚目のアルバムでございました。 はい、えー。今日はですね、ビートルズのメイプロデューサーであったジョージ・マーティンの特集を行っているわけでございます。いかがでしょうか。えー、ということで、ビートルズの取り巻き、いろんなね、人がいてビートルズ成功したんだということを紹介したいわけですよ。えー、1964年に2倍目のアルバムが発売されて、その後はこのアルバムが出てくるわけでございますけれどもですね、えー、もう言わずと知れたね、 英語に映画にりましたビートルズがやってくる「やーやーやー」っていうねこのビートルズがやってくる「やーやーやー」っていうこの題名つけたの誰だかご存知ですかえー、水野春郎さん春彦さん映画っていいもんですねみたいなことを言ってましたよあの映画評論家のこの方がビートルズがやってくる「やーやーやー」って放題をつけたんですよ本当はアハードデイズナイト 毎日が忙しい。死ぬほあたりで俺たちは何とかしてくれ。うん、ビートルズ、心からの叫び、1964年。これ、映画で今、なりましたよね。まあ、これもプロデュースしたのはジョージ・マーティン。ジョージ・マーティンは、ビートルズが世に出した曲、えー、ちなみに、何曲でしたっけ ?213 曲、うん、まあ、曲の。 数は定かでございません。た、確かそのぐらいだと。ちなみにアメリカでナンバーを隠したビートルズの楽曲の中で、ビ、唯一ジョージ・マーティン以外がプロデュースしたのはフィル・スペクターが制作した、ザ・ロングアンドワイディングロードだけ。これがこのレコーディングが当初マーティンの指揮下で進んでいたが、発売されたフィル・スペクターがオーケストラーコーラスの音源をぶつかり声、再制作したバージョンだった。ということでございます。ね。フィル・スペクターといえば、ビリー・ジョエルのストレンジャー、 ここね、ビートルズ最後のアルバム、レッド・イットビビーのプロデューサーである。で、ビートルズのロングワイディング・ロードっていうのは、オーケストラが入ってるバージョンと、まあシンプルなこうピアノの音源だけで進んでいく2つバージョンがありますけども、ジョージ・マーティンは後者をしていたわけですね。ところが、フィル・スペクターがこう、オーケストラを入れたバージョンが採用された。なぜならまあ、解散までのビートルズですから、えー、まあ、いろんな確率があったのでございませんでしょうか。 ということでございますよ。えー、4枚目のアハードディズナイト、これも漏れなく大ヒットしました。1960年7月10日にリリースされた。うわずと知れた。映画にもなった。ということでございますね。この中からこの曲を聴いていただきましょう。 はいえー、アハードディズニーではこの曲も入っているんですね。Can't Buy Me Love。1964年になりますとビートルズの名前は、えー、イギリスの方が世界にとどかることになるわけですけれどもその時のチャート独占というのがあってね、えー、ビルボード誌、まあ、有名な話ですけども Can't Buy Me Love が1位それから2位が Tsugut and Shout3 位が She、えー、Loves You4 位が抱きしめたい5位が Please, Please, e えー、ちなみにその後31が「アイソガスタンディングでや・でア」41フロー・ミーというですのでね79100以内にね20曲ぐらい入ってるわけですよねまあビートルズ石鹸という感じでございますよねまあこの4枚目のアルバビートルズうの「アハード・デイズ・ナイト」というのが。 これその次のアルバム、4枚目のアルバムがですね、Beatles for Sale ということで、Beatles は不思議なバンドでしてですね、1曲目に派手な p リズ s m i t s m e 2曲目に With the Beatles、ちょっと渋い感じの R&B、B、カバーバージョン、サイ、それから3曲目、アーティスの n i g h 有名な曲。それから4枚目、Beatles for Sale、何が有名なのっていう話になんですけど、これからちょっとナイーブな感じのね曲作りになっていくのが Beatles のすごいところで、 ございますよです,ですけどもまあ、えー、割と渋い感じですけれども、えー、中身にはこういろんな曲が散りばめられているということでございます。まあ内部といえば、えー、この曲を聴いていただきたいと思います。 はい、えビートズ4枚目のアルバムでございますけれども、ノーリプライという曲を選択をしましたけれどもね、ビートズォーセールということでございますよ、ね。まあこの頃になると、まあジョン・デノンとポール・マッカートリーのこの作詞作曲、曲に対する表現の仕方が、あの、割とこう違ってきて、ポールはどっちかというと明るいポップな感じ、ジョン・デノンはどっちかというと詩的な、ちょっと暗い感じのね、このミックスが非常に評価されたということでございますけれどもね。 えー、中にはこういった曲もございますね。この「えー、ロック・ロル・ミュージック」という曲も、えー、入っておりましてね、えー。これはチャック・ベリーのわる先ほどの「ロール・オーバー・ベートーベン」えー、とミュージ、えー、それから「ジョニー・ビー・グッド」なんてね。ジョニー・ビー・グッドをビートルズ歌ってるんですけども、これはビートルズの正式な アルバムに収録されておりませんで、ね、ロックンロールミュージックはビートルズのコンサート定番の曲になったビートルズが世界中をコンサートに回ると必ずロックンロールミュージックを弾いた、えー、特に、まあ、日本の武道館で1966年にコンサートした時も、えー、オープニングでロックンロールミュージックをジョン・レノン,ンがねシャウトしていたっていうことでございますよ、えー、これがまあ、えー、こういう曲も散りばめられた、えー、4枚目のアルバムでございますよね でこの、えー「ウィザー・ビートルではなくて「えー、ビートルズ・フォー・セール」このあとに出たのがまたこれも映画ということになりますけども「まあ、ヘルプ」というねアルバムを出すことになります1965年ということになりますけれども、まあ、この頃だともうビートルズ大スターということでね、えー、アメリカを席巻したのはもちろんのこと。 イギリスではもう、そ,、まあ、それを支えていたのはジョージ・マーティンというポプロューサーであったわけですね。で、遡りまして、えー、ビートルズが1960年に、えーまあ、ジョージ・マーティンと会った時のエピソード、えー、なんですけどもね、えーまあ B。ジョージ・マーティンはですね、まあ、ブライアン・エプスタインというビートルズのマネージャーに押されてこう、ビートルズのオーディションを受けることになって、それで採用するわけですけどそれは一度も会ったこともなし、音楽も聴いたことなかった、まあ。しかしながら、 まあ何か直感めいたものがあったんでしょうか。ねえ、演奏技術を何回か確かめたと、じゃあ弾いてみなさい。ということで、レコーディングに受かってしまった。先ほど言った劣化レコードには、すでにビートルズは落ちていた。そこに受かったのは1年後、ローリング・ストーンズですよ、ね。ということで、実際に対面した途端に恋をしてしまった。と、後で、えー、ビートルズの契約者、ジョージ・マーティンは言った。 えー、ちなみにその時緊張していた彼らにマーティンは何か気に入らないことがあるかいと聞いた。ジョージ・ハリスンはあなたのネクタイが気に入らないかなと。センスが悪いよ。っていう,うに言ったというね、まあ。ビートルズのこのね、ユーモアがここにも入っているのではないんでしょうか。ということで、えー、ビートルズフセールでございました。じゃあ、えー、その次に出てきたあ1965年、えー、の、うん、ヘルプ。 の代表的な曲といえばこの曲でございます。 はい、えー、ビートルズのアルバム『ヘルプ』から『ヘルプ』とそれからまあなんたってこの曲はね外せないと思いますけれども『イエスタ』でこれもね『えー、ヘルプ』のアルバムに入っている1965年まあなんとポール・マッカートニーがこういう若干25歳ぐらいにしてねこういった曲を作るというねビートルズの、まあまあ、潜在能力と申しますかねまあそういったのがもう幅大いたまあ『ヘルプ』っていうアルバムが出るからさもうその前で出て,出てるのは『ハードデイズナイト』ですよ もう忙しすぎて何とかしてくれと。まあ、ついには根を上げちゃって助けてくれって言っちゃったというね。まあ、なんたって世界を回りながらね、やっていた。その中でアルバムを作った。まあ、それをフォローしていたのが、ジョージ・マーティンという名プロデューサーでございますよ。ねまあ、凡人からは分かりません。ね。仕事を休んで、えー、もう何か投げ出したいと。まあ、この時から、やっぱりポール・マッカートにジョージ・ジョーン・デノン、それからこう4人の個性がどん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 出ていくる。 っていうことですね1965年なりました。で、この次に出るアルバムがラバーソウル。これはもっと内面深い。それそれからラバーソウルというアルバムも紹介しましたけれども、4枚目ラブで、えー。ラバーソウル、そうですね、ラバーソウルじビートルズ・フ、え、ォー・セール。ビートルズ・フォー・セールとこの次に紹介するラバーソウルという曲は、なかなか似たやった曲でございますよ。えー まああのヘルプが出てこう世界ツアーをやめたがってしまうビートルズもうスタジオに入りたいことを考えてしまうわけですねで1965年に出された、えー、ヘルプの次に出されたラバソウルでは、まあ、スタジオにこもって再現できないコンサートで再現できない音を取り入れられ始めるわけですねこういったこの内面とですねコンサートで表現できない技術が少しずつ高まってきたビートルズでございますえー で今聞いている安田ではヘルプに入っておりました。ということでございますね。 はい、えー、ビートルズの名プロデューサーだったジョージ・マーティンでございますけれどもね。また遡ること。ビートルズ最初のドラマーは、リンゴスターじゃなくて、ピート・ベスト。まあ、流行りがクビになっちゃったわけですけどね。えー、ビート・ベストのドラミングは、いかんともしがたいと。ね、気に入らず、レコーディングが使えないことを指摘し、マーティンのこの指摘が直接的な被害となって、ピート・ベストが解雇されてしまいました。まあ、ピート・ベストといえば、 あービートルズ下積み時代のドイツハンブルグライブハウスに行っていた時ピート・ベストも伴って行ったわけですよね、えー、ビートルズがデビューしたらば、うん、ドラマーの技術がちょっとということでピート・ベストをあえなく解雇新たにリンゴスターを超えるというメンバーでビートルズは固まっていったということになりますねジョージ・マーティンの前耳こそすべてオーリオン・イズ・イエールスによればマーティンはピート・ベストの脱退に関しては全く関与していない俺はしてないよとい感じた 現在はピートのだったらマーティンの下によるものという説はほぼ否定されている。まあ最終的には、うんって言ったのをブライアン・プシュタインとかジョ,ジョン・ネロンとかポール・マッカートニーがもうピート・ベスト、悪いんだけど、っていう感じでしょうか。ね、この内面ね、バリバリのこの内部なアルバム、ラバソウルが出た後に出た曲は、 えー、ラバソウルの後には「リボルバー」という曲になりますけどもこの時からです、ね、ジョージ・ハリスンがです、ね、どんどんガンガン前に出てくるということになってきます。 はいえー、1966年、えー、コンサートをやめちゃったビートルズ、うん、もうちょっとレコード技術を高めたい、スタジオにこもりたい、引きこもりたいというビートルズでございましたけどもね、日本に来たのが、まあ、ギリギリの1966年、まあ、確か、ラバーソウルを発売した後デスのリボルバーっていうこの曲の、ねえー、曲はあま,り演奏してあまりというか、まあ、演奏していないはずなんですよ。えー まあ、リボルバーを出した後に、1967年、まあ、ロックの革命と言われるアルバムが発売されるということになるわけですね。この時はどっぷりビートルズがレコ,あレコーディングスタジオの主導権を握ってですね、まあ、ジョージ・マティはそれを見守るだけという感じになってしまいます。ポール・マッカートリーとジョン・レノが次々とアイデアを出して、それを演奏していくビートルズでございます。まあ、リボルバーが出た後に約半年ぐらいインターバルがありますけれども、この名盤が完成されて世に出るということになります。 まあ、どっちかというとやっぱり、うん、まあ、ジョージ・マーティンさん、メイプロデューサーでございましたけど、ただ見守るだけというより、ジョージ・マーティンのエッセンスを引き継いだビートルズが、このアルバムで花を咲かせたという感じでございますね。 はいえー、1967年になってしまいますと、まあ、こういったサージェント・ペパーズ、まあ、ローリハス・クラブ・バンド、まあ、略してサージェント・ペパーズと呼ばれますけどもね、これレコーディングにも半年以上かかりましてね、この前作のリボルバーから、えー、レコーディング半年ですので、まあ、ビートルズ解散か、仲が悪いんじゃないか、体が悪いのか、なんでコンサートしないんだって言ってましたけども、もうコンサートに疲れた、引きこもりたい、いいバラブム作りたい。 っていうことでね、サージェント・ペパーズを出したわけですが、もう音源再現不可能みたいな、まあ、今では多分ねパサパ今、今の現在では可能でしょうけどね、再生は、ライブでも。まあ、あの当時はですね、音に音を重ね合わせて、もうめちゃくちゃですので、えー、それからオーケストラのサウンドを入れて、な何々トラックみたいなね、まあ、トラック数も増えてですね、ミキサーがどん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 大きくなっていくわけですよ。ねえ こういったビートル1967年まあええー、1960年から足場に見てきましたけれどもねもう67年たかたか5年こんな成長しちゃったっていうことでございますよ。まあ、1967年にこういったアルバムを出した後に、まあまに、あ、ビートルズはもう芸術家しかりみたいなこう。 バンドになっていくわけです、ね、まあ皆さんの,そのロックスターたちのお手本になった、まあ、ロックスターって割と不良っていう言い方っていうかですね音楽的には割と下のランクに見られてるんですけどオンロックをこう芸術まで高めたということね一気にこの芸術家しかりみたいなね当時は1968年サイケデリック音楽全盛サイケデリックまあきらびやからね,でね1968年になりますとビートルズも少しずつ個性が出てきます まあ結束の固か,かったそのチームをですねまあ俺が俺がみたいなね感じでこう瓦解していくわけですね。まあ皆さんこの音楽を聴いたことございます はいえーね、サージェント・ペッパーズが出た後にホワイトアルバムという白いアルバムが2枚麦として発売され1968年のことになりますけれども、えー、それからですねもう4人の個性がガチャガチャ出てまとまらなくなっちゃったと一人一人が大スターですから、まあ、ホワイトアルバムの頃にはですね例えばエリック・クラプトンイギリスで新進気鋭のギタリストが出てきたヤードバーズそれからクリーム ガガガガン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 、えー、あまりに指が速すぎてスローハンドと呼ばれたエリック・クラプトン1967年頃からですねどんどんイギリスのライブハウスを席巻して、えー、ビートルズのホワイトアルバムの中の「ホワ,イトホワイルマイギタージェントリブスは」はビートルズのレコーディドに参加をすることになるこういった形でこう音楽に革命を起こしたビートルズですけれども、えー、いろんなスターがどんどん出てくる1960年代後半になってくるわけですね。ね まあ、そういったことで、えー、All You Need Is Live。これは、えー、世界初の衛星放送の試験放送として、イギリスから全世界に配信された。全世界で13億人が見たと言われていますで。そういった形でね、ビートルズがどんどん解けていくわけですけ先ほど言ったフィリ・ベクターがあープロデュースしたあ曲、この曲もございました、えー。これは映画にもなりましたね。タイトル通りですね。 はい、えー、今日はですね、ビートルズの、えー、ジョージ・マーティン、90歳で亡くなってしまいました3月8日ということでございますたまぁ、あ、1963年にデビューしたビートルズ、1970年でポールが脱退閉明をして、えー、一人一人が個性を発揮してですね、70年になったら解散してしまうということになります。 まあ実質的なアビー・ロードが最後の曲で、アルバムになりますけども、このレッド・ユット・ビー、タイトル通り映画になりましね、ビートルズが溶けていく状況をまざまざ見て、その時ジョージ・マーティーは何をしていたかということで、やっぱりですね、人の酔っちゃなんですよ。ね外から見てね、うん、まあビートルズ元になったか、まあしょうがねえな、みたいなね。まあビートルズが解散して、ポール・マッカートニーはジョージ・マーティーの付き合いをしながら、それからジョン・ネノンはアメリカに渡り、ジョージ・アレッンはもうマイペース、ということになっていくわけですね。 え今日はですね、<laughs> ジョージ・マーティン、3月4日に亡くなったビートルズのメイプロデューサーであったジョージ・マーティンの特集をお送りしました。ビートルズ、足早に、1963年から、まあ、生い立ちを兼ねながら、ジョージ・マーティンの偉大さ、分かっていただきましたでしょうか。最後は、ビートルズのえアルバム、アビーロードからこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。 ではまた来週よろしく